調整が難航していた夏の参議院選挙の協力体制をめぐり、自民公明両党は一転して事実上の相互推薦を行うことで合意しました。昨日今日でですね、しっかり協力をし相互推薦をする、また比例地方区で協力をするということが確認できたということでありまして、ここから一気呵成にですね協力が進めていければと思っております。夏の参議院選挙をめぐっては、公明党はお互いの候補者を支援する相互推薦を求めていましたが、自民側の調整が遅れたため今回は見送る方針を示し、与党の間で隙間風が指摘されていました。11日、自民公明両党の幹事長らが会談し、今回は党としての協定書は結ばないものの、各県連ごとに個別に推薦を決定していく事実上の相互推薦を行うことを確認しました。一転して両党が歩み寄った背景には、13日に自民党の党大会が迫る中、関係改善を急ぎたかった思惑もありそうです。